ヘルボッサユーピロぜ。お前先生元気してんの？どうも、エビです。今日はね、だいぶこう、おしゃれな感じですね。なんか、ライティングもいい感じですけれども。今日の動画なんですけど、もう非常に大好評。あのコーナー、ユーピーがおすすめする EDM 第2弾でございます。コメントだいぶ荒れましたからね、もう。いやいや、あれがいいでしょ、みたいな。いや、あれを忘れてないっすかみたいな。俺はあれが好きだ、あれが好きだ、みたいな。すごいね、なんか EDM 好きたちがね、だいぶ湧いた、あの動画なんですけれども。まあ、あのコメントを見て思ったのは、誰が誰を好きであろうと別にいいじゃんっていうことですよ。みんな同じEDM というね、ジャンルが大好きな人たちが集まってるんですから、そんな、お前あれ知らねえのとかね、そういうのはやめましょう。みんなで好きな曲を好きなだけ聴けばいいんですから、音楽ってそういうもんでしょ。というね、まあ僕からのまあこの意見を踏まえてですね、今回は寝る前に聴きたいEDM というね、またちょっとこう、今までとは違う感じのアプローチで紹介していきたい。こう EDM って聞いたらね、うわーバルビボーみたいな感じだけと思いきや違うんですよ、皆さん。なんていうの、こう、染み当たる心がこう、リラックスできるような、そんな EDM もたくさんあるんですよ。なんで今日はね、そういう EDM をね、紹介していきたいというふうに思います、ピンコにね。ではまず最初、The Chainsmokers。なんか今年だいぶ勢いをつけてるなーっていう印象があるんですけど、Chainsmokers といえばあの、セルフィーっていう曲があって、 The First Limited Selfie っていうね、自撮りがテーマの曲なんですけど、だいぶそれでヒットをしたんですけど、でそのチェーンスモーカーズの曲で一つ目が All We Know。 これね、非常にいいんですよ。その女性と男性のそのなんていうの、このコラボレーション的な感じのその声、こう心地いいんですよ。その心地いいボーカルのところから入るドロップがね、もうすっごい、あ、寝れなくなったみたいな感じはない。もうすごくこう、ああいいねってこう聞ける感じで、もう一つ、まあ似たような感じではあるんですけれども、クローサーっていう曲があります。もうこれはもうめっちゃ有名、多分チェインスモーカーズって入れたら一番上に出てくるぐらい有名な曲です。でこの曲ね、ホールジーっていうアメリカの新人女性シンガーの方がフィーチャリングしてるんですけどね、もう声がめちゃめちゃいいの。もうテイラー・スウィフトとかあの辺の声かな、なんだろう、このアメリカ人らしい声というか、そんな感じなんですよ。なんでぜひこの曲聴いてほしい。すごくリラックスしてね、ボンボンってこのドロップのところもすごくこういい感じで乗れる感じなんで、聴いてみてください。で続いてなんですけれども、スクリックス。もう皆さん知ってますよ、スクリックスは。まあ、ジャンルとしてはダブステップっていう、もうババ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 バみたいな EDM の中でもすごく激しいジャンルっていうのを、まあ、メインで扱ってるのがスクリックスなんですけど、そういう激しい曲ばっかりかと思いきや、すごく幅広いその音楽の引き出しがある人なんですよ。で今流してる With Your Friends Long Drive っていう曲があるんですけど、この曲を聴いた時に本当にあすげーと、彼のその音楽の引き出しの多さだとかね、センスだとかすごく感じる。もうずっと、もうこれ一時期俺ずっと聴いてたもん。もうなんか寝る前とかも聴いて、もうこのまま寝ちゃってましたからね。曲の展開もね、おーおーこう来るこう来るかみたいな感じで、でピアノも使っててね、すごくいいんですよ。ぜひ聴いてみてください。でもう一曲、サミットっていう曲をご紹介します。でこの曲はエリー・ゴールディングっていうすごく有名なシンガーの方がフューチャリングしてる曲なんですけども、その彼女の歌声をどっちかっていうとね、楽器のように使っているみたいな、その声を本当に素材としていい感じにこうアクセントとして使ってるような感じなんですよ。それがまたいいんですよ、本当に。これはね、すごく曲としては単調ではあるんだけど、なんかね、徐々に高まっていくその音の厚みっていうかね、そういうのが感じられてね、寝る前にももちろんいいんだけど、俺の場合はね、こう聞きながら夜の街をね散歩する、合ってるんですよ。夜の街を散歩するその感じとこの曲の感じがね合っててね、もふんふんふんみたいな感じでいけますよ。ぜひ聴いてみてください。では3人目紹介します。マッシュメロでございます。まあ前回の動画でも結構マシュマロが好きっていう人は結構バババッと書いてましたけども、まあ今もかなり来てる人ですよ。でこの人自身の曲アローンとかすごく有名な曲あるんですけども、この人はすごくリミックスがいいんですよ。なんで今日はマシュマロがリミックスしてるので、すごくおすすめのがあるんで、それをご紹介します。で1曲目がアデルのハロー、これをまあマシュマロがリミックスしてるんですけど、オリジナルのハローはあのそのピアノとアデルの声だけの壮大なバラードになってるんですけど、そのアデルのハローという世界観を崩さずに、マシュマロのそのなんていうんだろう、ポップな感じをスパイスとしてこうリミックスしてるみたいな、そんな感じなんですよ。非常にね良きでございます。これも寝る前にね聴いときたい一曲。そしてもう一個、 Where are you now?
っていう曲、ジャック・ユーの曲なんですけど、ジャック・ユーって知ってる？さっき紹介したスクリレックスと、あとディプロっていうアーティストがいて、その二人のコラボレーションユニットみたいな。で、そのジャック・ユーの Where Are You Now にフューチャリングで参加してるのがジャスティン・ビーバーというね。で、それをさらにマシュメロがリミックスしてるというね。もうなんかごっちゃごちゃな感じなんですけど、まあ Where Are You Now 自体はね、グラミー賞取ってるんで、知ってる人も多いと思うんですけれども、まあそれがね、また全然違う感じの曲調になっててね、これもまたいいんですよ。ぜひ聴いてほしいね。はい、ということで今回最後のアーティストでございます。介護。これもね、前の動画で結構書いてる人いましたけれども、介護。いいよね。まあ、アメリカだと、キーゴっていう読み方してるみたいですけれども、ヨーロッパ圏だと、介護っていう風に読んでますね。で、彼のジャンルって、まあ、いわゆるその、南国チックな曲調が多くて、トロピカルハウスっていう風に言われてるんですけど、なんていうの、温かみのある、すごくね、心地いいサウンドが多いんですよ。だから、どっちかっていうと、夕方聞くのもいいかなっていう感じなんですけれども、でもそういう心地よさから、まあ、寝る前でも全然聴ける曲なんで、まあ、今回紹介します。で、今流れているのが、ステイっていう曲。まあ俺もほんとね、今年入って介護聴き始めた感じなんで、まだまだ初心者ではあるんですけどね、このステイとか聴いて、いいなっていう風に思いました。なんでぜひ皆さんも聴いてみてください。で、もう一曲がファイアストーンっていう曲。これね、もうそのボーカルのそのメロディーがすごく好きなんですよ俺。まあちょっと前にマーティン・ギャレックスがマッシュアップでこの曲流したんですけど、介護の曲の中でもね、俺多分一番好きだと思うこの曲。介護はね、ほんとぜひ聴いてほしい。 EDM ってこういうのもあるんだみたいな思ってもらえるといいなっていう風に思います。はい、ということで以上、ユーピーがおすすめする寝る前に聞きたい EDM 曲でございました。いかがだったでしょうか。気になったのがあったらぜひ聞いてみてください。下のね、概要欄に URL 載っけとくんでね。ということで終わりたいという風に思います。また好評だったら第3回もやろうと思うんでね、ぜひコメント待っております。ということで終わりますよ。じゃあね、バイバイ。